NSC の最初のネタ見せのネタは漫才で覚えてる？推理小説です。ああ、そうや。それいくつの時それ？18歳。18歳、はい、高校でも NSC 入ってる？いや、大学、高校卒業して、してで高2から漫才はやってました。やってたよ、ね、遊びで。うんはいはい、そうそうそう、推理小説や。それの一発目のボケは、まず登場人物はって言って、誰々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 、誰誰誰誰、いや、めっちゃ多いねみたいな。っていうボケ。いや、お前、推理小説、登場人物多いだろな。ボケになってないわな。多いっすね。多くて、リズム乗るんですよ。乗ってくる、そばや、そばや。一緒に、何々さん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 。いや、おめでとう。そうですね。